そこ。まだ眠たいぞ。あれ、待った。そこにあるのって、まさか、リネのカードだ。何が書いてあるんだろう。オイラが読んでみるな。きっとまだ知らないよね。今日は月に一度の自由日なんだ。だからみんな働かなくていい。調査するにはぴったりの日だ。ずっと連絡してなかったけど、そっちは何か進展あったかい？昼食の前に生産エリアのいつものところで落ち合おう。新しい情報を掴んだんだ。おお、ラッキー。今日はもともと休みだったみたいだぜ。それにリネも調査がうまくいってるらしいぞ。一体どんな情報を掴んだんだろうな。待ち合わせの時間までまだあるし、ここの人たちにもう少し話を聞いてみようぜ。そういうことはもともと。待った、君たち誰だ？急に近づいてきて何を考えてる？わあ、ごめん。もしかして人に聞かれちゃまずい話でもしてたのか？なんだただの馴れ馴れしいやつか。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい。別に馴れ馴れしいやつは嫌いじゃない。よかったな。クスト、聞いたか？俺たちがいい人だってよ。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるのか？おっと、だがその前に僕は君たち二人のことを知ってるぞ。偶然にもな。え？オイラたちってそんなに有名なのか？あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ここにいる奴らはみんな多かれ少なかれ情報を集めてた。それで君たちは何をやらかしたんだ？ちょっとしたミスか。気に入ったよ、その言い方。このグループはポジティブな奴をいつでも歓迎してる。君たちは他の奴らと違うようだ。グループ？僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ああ、もちろんこれは爆弾をいじるのが好きって意味ではなく、僕らの情報がいつも爆発するようなものだからだ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う。情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組んでいて、誰々にはどんな噂があるのか、それから群れに馴染めていない奴のことも知りたくないか？まあ待て、これはどれも金になる情報だ。僕の情報をシェアするにふさわしい存在だということを君たちは証明できるか？クストはこういうやつでな、何かうまいこと言って証明してくれ。サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、昨日のあれは特に良かったよな。今思い出してもよだれが出てくるし。おお、そうか。実を言うとここ最近のサービス職は僕のおかげでもあるんだ。何しろ厨房で半月も手伝いをしてたからな。おお、ってことはあのめちゃんこうまいステーキもお前が作ったのか？すごいぞ。まさかプロの料理人なんじゃ。
理。僕はプロでね、以前料理を学んでいたことがある。ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら、君たちはもう半分同士。いいか、これから言う情報はメロピデ要塞の現状を見極めるのに役立つものだと肝に銘じておけ。メロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上の奴らも干渉しない。みんな野良犬みたいなもんさ。そして最も怒らせてはいけない人物が公爵リオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。彼は君が思っている以上に情報に精通してる。彼が相手をしないとき、その大半はあえて見過ごしているだけで何も知らないわけじゃない。公爵に認められた奴は医務室に行くときも優遇されるほどだ。なあ、それってジュリエのことだろ。気に食わない奴だよ。まったく、あんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。多分仮病を使って労働をサボってるんだと思うぜ。ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に登れるやつだろうと、重力に逆らえるやつだろうと、メロピデ要塞に来たからには囚われの身でしかないってのに。そういえばこの間ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どうやら図書館で言い合いになって最後は殴り合いになったらしいぞ。ジュリエもひどいやつだよな。あいつが女を殴るなんて、いやまさか。でもあのルールビーもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。いっつも医務室に行ってる姿を見る。あ、なあ、思ったんだけど、まさかあそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか。どう考えてもありえないだろう。まあ、あの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし、さすがに考えすぎか。俺に言わせりゃ、上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。俺たち野良犬のことなんざ誰も気にしちゃいないだろ。待て待て、私は野良犬じゃないぞ。私まで一緒にしないでくれ。そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。刑期を終えてここを離れてもろくな暮らしはできないって聞いたぜ。臭い飯を食ってきた連中が普通の奴らと同じように生きられると思うか。ふん、私は信じないからな。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったらいいのに。おいおい、突拍子もないことを言うな。それに外には私の家族がいるんだぞ。まったく縁起でもない。いいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。聞いた話によると刑期を終えてもここで働けるらしい。それだって立派な生きる道だろ。水の上の世界とはおさらばってわけさ。ったく、その自信はどっから湧いてくるんだ。そもそもお前みたいなやつを雇ってくれんのかよ。何の取り柄もないってのに。こいつら水の上の世界にかなり不満を持ってるみたいだな。そういえば水の上、水の下って言い方、地上じゃ聞かなかったよな。メロピデ要塞の囚人しか使わない言葉なのかな。それもそうだな。
おい、そこのお嬢ちゃん。そうそう、君だ。なあ、カードゲームは好きか？あれだあれ、七星召喚ってやつだ。カードゲーム好きってミントみたいにどこにでも生えてるよな。何言ってんだ、七星召喚をやる人がいるのなんて当たり前だろ。ほら、一勝負どうだ。そっか、まあ無理にとは言わないさ。お前ずっとここでカードゲームの相手を探してるのか？ここって戦う場所なのに。拳だろうとカードだろうと同じ勝負だ。違いはない。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな、たまたま君を見かけて、他の国から来た人ならプレイしたこともあるだろうと思って声をかけたんだ。ああ、いいぞ。じゃあここの先輩として何か先輩っぽいところを見せてくれよ。例えばオイラたちみたいな新入りに監獄のことを紹介するとか。なんだ、てっきり君たちは情報なんて集め終わったのかと思ったよ。わかった、何が聞きたい。お前が選んでくれ。聞いたことのある内容だったら言うから。なら、変な噂のことは聞いたことあるか。じゃあ隅っこでよく世間話をしている人がいるのは。そうか、もう会ってるんだな。あの二人は面白いぞ。何でも気にかけて何でも噂にする。彼らほどしょうもない人は見たことがない。二人は昔外でシェフとバーテンダーをしてたそうだ。知ってると思うが、バーテンダーはよく客と世間話をする。シェフも料理をしないときにはその輪に加わる。他には何かあるか。あーん、そうだな、ここはとっておきの情報を披露してやるか。公爵が昔ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか。え、そうなのか。なあ、公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後どういうわけかここのトップになった。ただの囚人からメロピデ要塞のトップにだなんて、正直なところ少しばかり敬服しててね。禁域？誰かが作った言葉みたいだが聞き覚えはないな。誰から聞いたんだ。いろんなとこで聞いたんだけど、どれも噂ってだけで。知らないなら気にしないでくれ。他に何か情報はあるか。他には、もう思い当たるものはないな。また面白いことがあれば君たちに教えよう。ただしカードゲームに付き合ってくれるならな。よし、一回りしたし、そろそろリネと合流する時間になるな。約束通り生産エリアでリネを探そうぜ。
ひゅっ。その様子からして調査は順調って感じ？こういう時は謙遜しないで、情報をたくさん聞き出せたことを認めた方がいいと思うよ。さすが君たちだね。それじゃそれを聞かせてもらおうかな。まさかそんなことがね。メロピデ要塞の噂を信じちゃいけないみたいだ。皇子様が失踪したのは、おそらくここを離れる方法を見つけたからだろうね。さすがは執行官、想像以上に腕の立つお方だ。けど、これだけじゃお父様に報告するのには不十分。皇子様の行方を知る必要がある。お父様から聞いたんだ。皇子様は休暇中ではあるけど、自分の計画を持ってるって。今回の失踪が個人的な目的と関係してる可能性もあるだろうね。タルタリアがいなくなった場所はもう水に沈んでた。だからダイビングが得意なやつを探して捜索してもらう必要があるんだよな。話がそこまで進んでるのならもう言わなくてもわかるよ。この仕事はフレミネが適任みたいだね。彼は今日仕事で忙しいんだ。それに大人数で集まってると人目を引いてしまう。後で僕から知らせておくよ。どういたしまして。協力すると言った以上、僕たちは君を失望させはしないから。それにしてもあのリオセスリのテリトリーでよくこれだけの情報を聞き出せたものだ。ちょっと感心したよ。ひひ、オイラたち聞き込みは得意だからな。まずフレミネに同じ道をたどってもらって、皇子様の手がかりを探してもらう。その道を使うにはパイプ正常日を狙わなければいけない。早くて6日後か、そこからさらに 2,3 日はかかるはずだね。そこまで計算できるのかよ。長いこと一緒に仕事してるとお互いの実力が分かってくるもんだからね。旅人、9日後にまたここで会おう。そうすればフレミネの行動に合わせてちょうど合流できるはずだよ。でも一つ君に頼みたいことがあるんだ。皇子様の調査については結果を待つだけでいいけど、陣域の方は調査を進める必要がある。フレミネは変装が苦手だし、ミネットも他のエリアで陣域について聞き回ってる。僕はこれからフレミネのための行動計画を練らなきゃいけない。というわけで、これは君にしか頼めないんだ。なんだ？難しいことなのか？簡単とは言えないけど、大丈夫。君ならできるはずだよ。いい？君には何かしらの理由を見つけて、医務室に忍び込んでもらいたい。そしてそこの状況を調査してきてほしいんだ。怪しい動きをしてる人たちが、よく医務室に集まるって言ってたでしょ。あそこには僕たちが追ってる秘密が隠されてるかもしれない。君は看護師長と面識があるし、そう警戒もされないはずだ。医務室の構造や内部の状況をよく調べて、あらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。その後それを僕に教えて。でもあまり無茶はしないように。安全第一でね。まさか。その分野については君のことを素人だなんて思ってないよ。さっき君たちも言ってただろ、聞き込みが得意だって。君たちがそう言うなら僕は信じるさ。だからもう一度、君たちの実力を見せてくれるかい？それじゃあ次の行動に移るためにオイラたちも早速準備するか。うん、ここで一旦別れよう。9日後、また会うことを忘れないでね。それじゃ、
気をつけて。